ラブカズ TV 川口真奈部です今日は私、スバルの里山スタジオに来ておりますけれども今回はこちらでございますそうです、スバルソルテララブカーズ号ですけれども今真正面から見てちょっと違いがあることに気がついている人ももしかしたらいるかもしれないですけれどもまあ、あの先日カーロ世田谷で池原社長にお願いしてこのデザートサンドのラッピングをして 相当にインパクトのある車になりましたけれどもさらにその後ですね実はエクステリアを今回ちょっと細かいところをですね手を入れたとといいうことでございますそれに加えて内装もですねちょっとパーツなんかを装着したというのがありますので今回はこの「スバルソルテララブカーズ r 号」こちらをですね改めてエクステリアインテリアチェックしていきたいと思いますけれども後ろにもですねちらっと見えている はい、アウトバックのです、ね、限定車をベースとした、えー、パッケージを装着した車ありますのでこれも合わせてご紹介していこうと思います車買ったらすぐせこうしらざん50。 ラブカーズ TV では登場したばかりの新型車その内外装徹底チェックと試乗動画を皆さんに一役お届けすることをモットーに動画を制作しておりますそしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません応援の方法としてはチャンネルの登録動画への高評価などありますので是非ともよろしくお願いいたしますさあ今回このソルテラララブカーズ号なんですけれどもデザートサンドというところはですね以前から。 変わらない部分ですけれどもまあこれラッピングしてもらって実際に自分でも相当満足のいく仕上がりだなというところがあったわけですねただあの時池原社長も言ってましたけれどもまあ細かいところやってったらもっと良くなるよねということでですね実は今回手が入っています今真正面から見たこの時点でも実は変わっていてこれねまあ、見比べる同じカットがないので難しいですけれども まあ言ってしまいますとまずここでございますこちらフロントのバンパーのアンダーの部分ここはノーマルはシルバーだったんですねそのシルバーの部分にこのようにマットのラッピングが実はかかっているということで今回はですねあのスバルの広報部のクリアールさんも一緒に考えてくださって どこ,をこうやったらいいかということをですねいろいろ相談しながらやったわけですけれどもまずここがマットブラックになっておりますなので今までのやつはシルバーだったのでちょっとやっぱりあのイメージが違ったと思うんですけれどもこのような感じでぐっと引き締まっておりますさらにこれ気が付いた人はね本当によく見てるなということだと思いますけれどもあ言わないようにしておこうはいで、えー、そのままですね サイドに回ってきていただこうと思うんです。けれども、このサイドはもうすごいかっこいいです。じゃあ、実際に浜さんサイドに回ってきてください。ドーンこっち側です。はい、まずはちょっと全体的に真横にはい、来て引いて見ていただこうと思います。では、かっこいい。これがですね。まあ、黒ホイール入れたいなと思ってたんですけれども。まあオープンカントリーも入れてみましょうかと。 スバルの広報、ね、部の栗原さんもちょっとその相談に乗っていただいてですね東洋のオープンカントリーとデルタフォースのこのマットブラックのです、ね、ホイールこれを組み合わせたということでこれによってだいぶオフロード感が出たんですけれどもマットブラックのこのカラーがまあソルテラの場合フロントフェンダー下回りリアフェンダーと樹脂パーツが 入ってますので、ここと同じような感じのですね。ちょっとこうツヤの落とした。そんなコーディネートになってることによって相当にかっこいいです。もう一回、じゃあちょっと引いてはいうわー。あかっこいい。しかもまあ、私せっかくなんで真ん中に来てみます。けれども、このタイヤをつけて改めて思ったんですけれども、このソルテラのフォルムが実は相当かっこいいということに気がつきました。今までちょっと気が付かなかったんですけれども。この？ ノーズも結構鋭いしリアもクーペのように下がっていてそこにこのどでかいタイヤが入ってるのでなんかねちょっと上半分だけ見てるとスポーツカーみたいな感じの雰囲気さを漂ってくるのかなっていうところですよね。本当にだからこれは決まったなと思ってでなんでこんなかっこいいのかなっていうのはまあフォルムはそもそもいじれないので変わってないですし色が変わったことと、まあ、このマットブラック範囲が広がったということも あるのに加えてですね実はこれもねスバルのあの広報部のクリアさんと相談の結果こうしたんですけれども実はこのウィンドウグラフィックの上の部分にメッキが入ったのをここもマットにしてるんですねさらに言うならばこのピラーとこのエンドの部分ここも実はグロスブラックだったんですけれどもこれもラッピングでマットブラックになっていますさらに言うならばこのミラーもですねマットブラックに なってますのでこれでだから横から見た時にまあかなりコーディネートがなされていて相当にこのソルテラのですね改めてのかっこよさに気が付いてしまったということであります。はいという感じなんですけれども先ほどですね冒頭で正面から見て変わったところまだ実はあるんですよって言ってあやめたって言ったところがあったと思いますけれどもそれはこちらです。ここも実は ノーマルルはグロスブラックのパネルが入っているわけですねですがここもですね艶消しにしているということでございますのでまあありとあらゆるところがですねマットになっているというところですねで一方でこうして見ていただくとこのルーフのサイドの部分ここはまあグロスブラックのまま残してありますさらにですねブラックのルーフに見えますけれどもこれソーラーついているものなのでここはですね残念ながら貼れませんので、まあ、ここはまあグロスブラックの パーツ残ていいいいもかなというとうころで残してはあります、はい、ちなみにリアから見るとリアの部分に関してはま,あまだグロスブラックのパーツは入っているんですけどもランプとつながっている部分とかその上のリアスポイラーなのでここはむしろマットにするよりもですねまあこのままツヤがあるグロスの感じでいいのではないかという話になりましてですねえこのような仕様にしたわけですけれどもこのような感じでクォーターから見るとちょっとね相当かっこいいなと。 そんな仕上がりになっていて、私もこの車がまああの施工してもらって戻ってきて。改めて見て、本当にあの惚れ惚れとするなというところでございます。で、詳しくちょっと見ていこうと思いますけれども、装着されているのはこの東洋タイヤのオープンカントリーのオールテレーンスと。いうものでございます。で、やはり最近、皆さん、このオープンカントリー、いわゆるオプカンですね。を履くというのが。 流行ってるわけけですけれども多くの人はまあホワイトレターがです、ね、入ってるやつを選ぶ人が多いと思いますけれども今回のソルテラの場合はむしろブラックのままでいいなというのもありますし、まあ、このサイズはホワイトレターがないというものなんですけれどもむしろこのホワイトレターない方がこのショルダーの部分のですねちょっとゴツゴツした感じとこのサイドのウォールの部分にも同じようなゴツゴツ感が入ってるようなデザインが入ってますのでこれがよりオフロードっぽい感じが あありますし、まあ、本当に似合うカラーでもありますのですごく親和性が高いなというところですよね。でこのタイヤ実はですね、まあ、20インチから17インチインチダウンしてるんですけれども外径とかその辺り大丈夫ですかって思ってる方がいると思いますがこちらですねソルテラには実は18インチ装着車というものがありますでこちらがですね外径が7 3 9ミリなんですね。でこの 17インチのデルタフォースのホイールにこの東洋のオープンカントリーのオールテレンですねの 23565R17 これをつけるとこちらはですね7 3 8ミリということでこちら1ミリだけ小さいということでまあ許容範囲ということになるわけですねですので問題ななく付けられるるものになっているといととうことでございますしかもです皆さんこちらのデルタフォースのホイールにまあオープンカントリーの組み合わせみたいな これの組み合わせやりたたいいいなと思った方も多いと思思っ方もも多ますけれどもこの組み合わせは東京スバルで実際に販売もしてますので、まあ、他のスバルのですの、ね、車例えばアウトバックなんかにもつけてる例なんかがありますのでこの辺りですね自分の車にもこれをつけたいという方は是非東京ひ東京スバルの方に相談していただければ装着することができると思いますのでその辺りもよろしくお願いいたします。 さあそして今回インテリアもちょっとだけ変更を行っておりますまあこれがまずソルテラのノーマルのインテリアということでまあ今回のねこのモデルはタンのシートが非常にいいですねはい美しいものになってますけれども今回ですね変更したのはこちらのフロアマットでございますこれ社外品なんですけれどもちょっとこう触るとですねゴム引きになっているもので アウトドアに来た時にですね汚れが簡単に落とせるようなものということでこちらをつけさせていただきました、はい、まあそれ以外はですねまだ手は入れてないんですけれども今後何かちょっと機会があればですねまた手を入れてみたいなとは思っておりますのでアイディア皆さんありましたらコメント欄の方に書いていただければと思いますさあそしてラゲッジなんですけれども、まあ、やはりアウトドアで使うと いうことになるとこういったマットが必須になってきますね、縁がついていて、まあ、濡れたものとかで水がこぼれたりしてもちょっとは防げるぞという、そんなですね、はい、ソルテラのロゴ入りのマットがついております。しかも背もたれ見ていただくと、はい、背もたれにも同じようにこうついてますので、例えばこちら、はい、このように倒した際にはフラットでこの部分も、はい、使えるというものになっております。ちちなみにこちらは ヒポポタマスというです、ねはい、タオル屋さんがあるんですけれどもそこのタオル地で作られたヒポポタマスでございいまますすこれはいつもあの車に乗せてありますさらにこの車の場合はご覧になっていただくと分かりますように、はい、ロッドホルダーがついてますので釣りとかですねそういった時に使う用のものなんですけれどもこちらもですね実際にここにですねロッドが入ってますけれどもこれを使って釣りをしてきた様子も後で皆さんにお届けすることになると思います。 で実際に純正装着されていた今までのです、ね、タイヤからこのような東洋のオープンカントリーのオールテレーンこれに変えてですね走りの方はどうなのかというところも気になっている方もいると思いますので、まあ、ちょっとだけですけれども一般のです、ね、道を走ってるそんな様子もご覧になっていただければと思います。はい、実際にに今立山道を走っってていいいままますけけれれどどもも、まあ、天候は雨ととうことになってしまいましたけれども こうして走っていてまずロードノイズなんですけれども通常のこれまで履いていた20インチのブリヂストンのアレンザから比べると、まあ、若干高周波の音はあ,のあるのかなっていうところは少し感じるところですね。とは言いながらもこの手のオールテレーンタイヤとしては比較的静かな方かなというところですね。今もこの路面今 おーっていう音を立てながら走ってますけれどもノーマルのタイヤも何かしらのノイズというのはあったわけでそこに少しだけ音が加わってるかなっていう,いうところを感じますよねだからほんのわずかにうるさいぐらいであとはむしろ気にならないかなっていうところではありますねそれとやっぱり一番の違いは20インチで、まあ、いわゆる常用車的な扁平率だったものが今回17インチになってこの 当たりの柔らかさという意味においてはむしろノーマルより当たりは柔らかいのかなっていうところですねただまあブロックの形状とかタイヤの重さとかそういったところはあると思うので段差なんかを通過した時のブルブルした動きというのは あのやや増えてるようにも感じますけれどももともとの20インチもインチが大きくてアルミホイールもでかくてそれでいて扁平はあは普通の乗用車っぽい扁平だったのでそれも上下動は結構あったんですねそっからするとバネ下のなんか動き自体は少ないような気もするしかといってそんなにゴツゴツしてないわけではない。とはいえ普通に普段乗りしてて前のブリヂストンの 20インチよりも大幅に悪化してるのかって聞かれると全然そんなことはないということですねむしろなんかこの縦ネが入ることによる乗り味の柔らかな感じというのが増えているのでこっちの方が好きだよという方も中にはいらっしゃるんじゃないかなというそんな印象ですねなのでまあやはり東洋のオプカンつけたいけど音が心配という果たしてどうなんだろうというふうに考える方もいると思いますけれども。 まあ音に関してもそんなにこう想像しくなるということはなくて何かが少しちょっとあのうるさい要素が少し加わるというぐらいの感じですね。まあ、今実際に乗っていただいて分かりますけれどもこのような感じで「こうという音が少しこう増してるかなっていうぐらいの感じですよね。それと乗り味はこのような感じで、はい、僕は正直どっちが好きかって聞かれたら前についてた「 アレンザよりもこっちのオープンカードリまはあ、見た目もありますけれどもなんかこう柔らかな乗り味があるのでそこは好きかなっていうところでございます。ですのでこの辺りご心配も多いかと思いますけれども全然大丈夫というところでございます。さあというわけでこの「スバルソルテララブカーズ号」えー、モディファイいろいろですね細かいところもしてきたというところでご覧になっていただきましたけれども冒頭でもお届けしたこちらの「 スババル・レガシアアウトッック・ククティブ・ブラックそれをベースとしたパッケージ装着車こちらをですね次は紹介したいと思いますさあ今回のこのスバル・レガシー・アウトバック・アクティブブラックという限定車をベースにフィールドギアパッケージというパッケージを組んだものになっていてさらに純正アクセサリーを付加することによってですねまああの 東京オートサロンとかでブーストギアコンセプトというものが出てますけれどもあれにこう近い世界観を持ったそんなですね仕立てになっているのがポイントということになります。で早速見ていきたいと思いますけれどももう顔つきはすでに違うというところはお分かりになっていただけるかなと思いますけれどもこのフィールドギアパッケージを選ぶとですねまずこのノーズの部分にアウトバックと入っていてこれ実はちょっと素材がですねあの傷が つきにくいようなそんな素材になっているんですけどもこのデカールとこのグリルですね縦のラインが入っていて周りがこのような感じでボディ色になっているやつですねこのグリルこれがですね入っていると。 ということですねですので、まあ、ここに文字が入ることによってまずだいぶ雰囲気違うかなというところですしこの車アクティブブラックなのでこの下回りグロスブラックのパーツが入っていて中が張り株になっているわけですけれども、まあ、通常のですねリミテッドだとここの部分、えー、違う色になっているわけですけれどもこの場合黒になっていてさらにこのフォグランプの周りのベゼルの部分ですねここにもグロスブラックが入っているということで、まあ、黒でですね下を引き締めているという。 ようなことをやっておりますさらに、まあ、これ以前からありますけれどもアクセサリーのこのボンネットのデカールありますがこれはちょっとこうブラックのマットのデカールなんですけれどもこれを貼るとですね雰囲気もだいぶ変わりますしここにもアウトバックのの文字がが入っていいるる見えるかと思いますそして、はい、横に回ってきますと足元がこのような感じで、はい、純正アクセサリーのですねこのマットのホイールちょっと力強いデザインの まあ、根元がですね5本になっていてそこから先に2本ずつ分かれる10本のスポーク非常にこう力強い印象でアウトドアな雰囲気にですねあ合っているそしてこのアクティブブラックにも合っているです、ね、マットブラックということになっておりますでタイヤの銘柄は横浜のジオランダーの CV45G061 ですねでサイズは225の60の R18 というものが入ってますので、まあ、このショルダーのデザインがやはり ちょっとこうオフロード感あふれるデザインになってますので組み合わせとしても非常に親和性高いいのかなというとうころですねそして今回フィールドギアパッケージで特徴的なのはこのデコボコブラックという特殊な塗装をです、ね、施したミラーカバーがついているということでこれちょっと見ていただくとこのような感じでデコボコになっているわけですね。 なのでアウトドアなんか行った時にあの木のところを通ってこう枝が擦れたりするようなことはありますけれどもそういうところでもまあこんな感じでタフなです、ね、性能を持ったものになっていますしまあ見た目の印象もですねだいぶこれによってアウトドアな感覚が増すのかなというところですね。 それとこの車はですねルーフレールもブラックになっているのはこれアクティブブラックのもともとの仕様なんですけれども通常はこのアルミのパーツが入るようなところもですねブラックにすることによって全体を引き締めているという感じですね。で前向きに回ってきますとこのような感じでウィンドグラフィックの一番エンドの部分ですねここにアウトバックのロゴ入ってますけれどもこれも先ほどノズの部分に貼ってあったですねちょっとこう表面が特殊な感じのものが。 このように貼ってあるということでこれもだいぶ雰囲気が変わってくるところかなという部分ですねさらにサイドで見ていきますとこのドアのノブの内側にプロテクターが入っていてちょっとこうレザーっぽい質感のプロテクターになっているわけですねここまあ,あの爪で傷つけるのでこういったプロテクターがあるとそれを防止できるということなんですけれどもまあ大概メッキとかまあそういったカーボン調とかそういうものが多いんですけれどもスバルの場合は今回 このレザーっぽい感じのです、ね、雰囲気を出すそんなプロテクターをつけているということで、まあ、これもアウトドアの車ならではの部分かなというところですねさらにまあバイザーもこれついてますけれども最近あの車のバイザーは結構やっぱり人気商品で。 というのもコロナ以降ですねやはり窓を少しだけ開けたいみたいな換気をしておきたいみたいなニーズというのが相当あるのでえまあ今までもタバコを吸う方とかですねまああと雨の時に少し開けてられるみたいなニーズがあったんですけれどもコロナ以降はですねそういった需要も増えてどのメーカーでもだいたいこのバイザーはですねあの人気商品になっているというところでございます。でままあ、実際ににこのように引いてみますと、まあ、元々アウトバック こういったですねアウトドアで使うにはふさわしいそんな見た目をしているわけですけれどもやはり今回タイヤジオランダのですね昨年の秋に出たこの新商品ですけれどもこのショルダーの部分がちょっとこうオフロードっぽい感じのオルテレーンなんですけれどもそれを組み合わせるとですねだいぶなんかこのままもっとすごいところまでいけてしまうんじゃないかみたいなそんな雰囲気になってますよね。合わせてまあアククティブブラックという限定車ででですすのでそこにこうあったですね黒を 追加してていいいいるるとととうううよななな感じででホイールなんかかののマッチングも取れころでございますそしてリアの方に回ってきますとこちらにも先ほどのボンネットのノーズの部分に貼ってあったものと同じものがですねアウトバックというロゴ入りで貼ってあって実はここだけじゃなくてこの部分にこのように貼ってあるわけですね。 これでちょっとしたアクセントになってますしこの部分は当然艶がないので見た目もですねちょっとこう普通のものとは違うというようなところを実現しているものになっておりますそれとアクティブブラックですのでこういったエンブレム類はもともとこのブラックのですねマットのエンブレムが付いているというのもポイントですしこの下回りのバンパーのところもですね一番下の部分ここもグロスブラックになっているということになりますですので斜め後ろから見ますとこのような感じでだいぶクロスオーバー ですけれどももう本当に SUV と言ってもいいぐらいのですね堂々たる存在感があるそんなですねデザインなのかなというところですね、まあ、アウトバックもともとこういったですねニーズは高い車ですけれども今回のアクティブブラックという限定車にフィールドギアパッケージを組み込むことによってですねより一層そういった世界観が引き立つというものになっております。 さあそしてゲートを開けようと思うんですけれどもその前にこちらをご覧になっていただければと思いますこのカーゴの部分のですねプロテクターここも実は今回のデコボコブラックと呼ばれる塗装が施されたものになっているわけですねまあこの辺りも荷物の出し入れとか頻繁に行う方はですねバンパーに傷をつけるんじゃないかという心配があると思いますけれどもそういった心配もですねこれがついていれば問題なしということでございますさあではラゲッジを上げてみたいと思います このような感じで、まあ、中はですねそのアクセサリーを装着しているということではなくて今回ですねこのアウトバックの使い方のイメージということで世界観を表現しているものなんですけれども、まあ、こうしてセカンドシートを倒してみるとご覧になっていただいて分かりますようにもう全然車中泊 OK というですねそれだけの奥行きが取れているのがよく分かりますよね。しかもこちらはいマットがこのように敷いてあるんですけれども。 これは実はですねこちらにもありますけれどもこれも純正アクセサリーとして用意されているものでかなりですねこれも好評を得ているものということだそうですまあ、あとこちらはあの売り物というよりはあの今回のですね飾りですけれども犬を連れてった時にこのような感じでですねリードをかけておくフックなんかももちろん用意されてますしこちらですねオンラインショップで販売されているクッションなどもここに展示されていますこれもちょっと可愛い感じですよね あとはまあいろいろこういった感じですねギアを積んだ様子とかをですね見てもらってちょっとこうアウトバックらしい世界観をですね感じていただければというところでございますはいというわけで今回はスバルソルテララブカーズ号モディファイと加えてこちらのスバルレガシーアウトバックアクティブブラックのフィールドギアパッケージこれを装着したモデル2台をお届けいたしました、まあ、どちらもですねこういった 里山スタジオにふさわしいようなそんな車になってるかなと思いますしストルテラの方はバッテリー V でもあのような感じでですねいいじる楽しさみたいなのもちょっとととご提案させていいいたただうことにななりますなお先ほどのホイールもそうですし、まあ、こちらの車ももちろんそうですけれども東京スバルさんそしてお近くのスバルの方にとお問い合わせいただければというふうに思います。 ただしソルテラはあの私が独自に色を変えてますのでこれはあの無理難題を言わないようにしてくださいはいというわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございますチャンネル登録いただければあなたの次のる車が見つかるかもしれませんそんな思いでラブカス T.V. は動画を制作しておりますそしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません応援の方法としてはチャンネルの登録動画への高評価などありますのでぜひともよろしくお願いいたしますそれではまた別の車別の動画でお会いしましょうラブカス T.V. 川口学でした。